そうこうしてる間にケプト、先ほどの噂のケプトさんに花子とえさん、おっと、しずえですね。しずえとマックですね。じゃあ始めていきましょう。マックの D があってしずえも押し返す。しずえとしてはなんかちゃんと距離取りたいけど、マックのあの足の速さは結構きつそうですね。おっと、うまい回避を読んで、下すまん、これは結構きつそうだ。弱弱、おっと、ラインをしっかり入れ替えてる。うまいですね。終わり、おっと、硬いね、空国空へ。これはこの壁を超えるの、結構うまい、そこで釣り竿を。あ、うまい、そこまで激戦までつなげていく、さすがです。釣り竿かな、釣り竿を起点にしていくの面白いですね。おっと、ジャスがで横綱で半角。いや、しっかり見てますね。確かに、マッキーの相手だと結構釣り竿を置いていくことで脱出に引っかかる可能性が高いから、そうするのかもしれないな。そう、こうやってですね、KO パンチが黙って、おい、いらっしゃい、いらっしゃい。はい、ね、はい、それさんが今表の方に出たので、もうクレイジーの方がずっと出ましたね。出ましたね。当たっていくタラコトリバーサスケプトですね。うん、OK です、 OK です。で、今結構ケプトさんが今後半にやってるんだけど、タラコトリさんが一発を通して、なるほど、ジャスガだったり今みたいなケオパンジで一気に盛り返してるっていう、ね、あっと、これはまあ仕方ないですね。うん、逃げてないですねどうしようもないというか、道がないですね。むしろこのカード相当、うん、いろんな人が見てもきついと思うんですけどね、五分になってますね、ストックとパーセンテージは。ストックを見たらね、結構なんかマック側の頑張りがちょっとずつ見えるんですけど、本当にこれ1試合目ですかね。1試合目ですね。なるほど、なるほど。うまいね。うまいですね。崖返さないですね。おっと、KO が溜まっていく。これ怖いですね。さっきの、うん、あ、あら、うまい。あっ、今ダウンしたの確認してから当たるの知っててって感じですよね、多分ね。うまいな。確認してたんで、まあ内だろうが外だろうが多分無理だと思いますね。全部当たってたって、ね、全部当たってる感じがします。今あそこで脳死だったら、脳死 NB だったらまだワンチャンあったかもしれないですけど、そうですね、そのまま今後隙見て KO パンチをそのまま打つか下強を打つかっていうところで、下強からしっかり撃墜したって感じですね。 KO パンチ2回当ててきましたね震えますよ、震えますね。これぞマックという形。2試合目も見ていきましょう。ステージ変わらずですね。釣り竿からしっかりね、釣り竿からしっかり取ってますね。ウェビー暴れてジョルトで、うん、なんかちょっと笑っちゃうんですよね、あれ、うん、帰ってくる時も判定があるんで、ブーメランかって感じだよねそうですねいろんな調整が釣り竿入ってますが、なんかアップデートのためにちょこちょこと情報と下方を繰り返しているような、うん、もうね、ケプトさんよくやるんですけど、この空悟空前から TA が本当にリスクなくて、これ近寄るのきついんですよ。あったー、あっと、さすがにですね。これ、KO 当たり続けますね。当たり続けますね。うまいですね。当てどころしっかり使い分けてるのが。あの技すごい当たりにくいんですよね。本作特に難しいですよね。むずい。これはさすがに復帰ルートがないと。まあ、本来であればもう復帰で借りちゃいたいというのがケプト選手の方なんですが、だいぶタラコトリ選手がうまくやっているような感じですね。いいですね、今の横強は渋いですね。なるほど、あそこで横強突然出せるか出せないかで今の感じの調子になるかならないかっていうのがあるんで、あそこをしっかり選べるのはすごいですね。さすが使い手と横スマはお互いの横スマが見えますね。あと、しっ
かりと崖継続しますね。タラコトリさんの崖も相当硬いですね、うんうん、基本的になんかこのキャラ対、まあ、マックちょっと逆になるのかなっていう風な感じ。なんか一見ね、なんか静江さんの方が有利なっぽい感じするけど、そうですね、崖で仕留めたいのも静江さんみたいな感じするんですけども、うんうん、タラコトリさんがうまい具合にやってるが浮かされて114。うわ、うまいな。急降下N回避してますよ、あれ。ちゃんとね、リスク取られないように返してます。とカウンターも乗ってますね、もしかして乗ってますね。あっと、これは反対側に落ちてしまって、こうなってしまったらなかなかね、怖いですね。生やすのは大変ですよ。こういうスマッシュも強気に打っていける、それがストック有利、パーセンテージ有利のいいところ。特にマックに有利取られた時のこれぐらいのパーセンテージの時ってすげえ怖いんですよね。スーパーアーマーでワンチャンもらうっていう。そう、ちょっと上投げでしっかりバスする。そうなんだよね、強気の横み強いですね。無敵時間であればと。そう、この回になるともう横強、上強、上 B、はい、まあ、ほぼ全ての技が、まあ、激痛につながるんで、かなり怖いはずですね。ただこのカードは実際ストックが削れ切れるまで何が起こるかわからないといったようなカードだと思うので、あっと横行当たってバースト。勝ったのはタラコトリ選手と。勝ち切りましたね。勝ち切ったね。どこかでこう復帰阻止でピョンって終わってしまうんじゃないかっていうところだったんですけども、逆にタラコトリ選手が復帰阻止でやられたシーン、ごめんなさい、自分途中から来たからあれなんですけど、結構回避、移動空回避とか、はい、あとは横切りしたジョルト、はいはいはい、そこをやった時に阻止されるって、まあ結構しょうがないかなっていうのはあるところで結構食らってたんで、それ以外のところ基本あんまり当たってないような印象があったんで、なるほどなるほど、まあ彼自身の復帰がうまかったって感じがします、ね。